はい、こんにちは。今日もアプリの紹介ですね。 Chrome からですね、今日はゲームを紹介したいと思います。前回 iStart というこの現在見えてる画面を紹介しましたけど、今日はゲームの楽しいのを1個見つけましたんで、それの入れ方をご紹介します。まずですね、僕が入れてるおすすめっていうのはスターレジェンドというやつですね。はい、これ英語で書いてありますんで、日本読みでスターレジェンドです。STARLEGENDS ですね。S はこれ複数形になってますね。スターレジェンドです。はい、これですね、アイコン。これをクリックしてみます。はい。で、今画面が立ち上がってローディングが始まります。で、こんな風に出てきますので、しばらくください。まあ、光とかの回線の方はあっという間、ローディングが終わると思いますけど、ちょっと僕は時間かかってますね。はい。で、こういうやつで、はい。で、49、50、今 50% ですね。しばらく待ってくださいね。今日はもう、たっぷり時間を使って、ご説明しますね。62%、63%、64%、65%、この時間が待ち遠しいですね。まあ、ちょっと音楽を大きめに。で、71、72、74、5、6、7、8、9、10。はい、もうすぐですね。ちなみに今鳴ってるのは僕が、自動で作ったやつですね、シンセサイザーで。ボタンビートからダウンロードしたやつで音楽流してます。はい、ちょっと音楽絞ります。で、こう出てきますね。ログイン&プレイと出たらこれをクリックです。で、しばらく待ちます。で、横に走ります。はい、今で、ローディングが始まって音楽変わりましたね。はい、で、これはゲットインナウはこれはいらないからです。で、コンティニュー、これですね。で、これで、はい、こういう画面になるね。で、まあ、ゲームの音楽が流れます。で、操作方法としてはまあ、たくさんあるんですけど、マウスをクリックして当てたところにアバターが移動します。で、これで画面のマウスをですね、右クリックで押したままで上下左右に動かすと、この空間の移動ができます。上下左右、はい、まあパソコンやってる方は誰でも分かると思います。マウスを使ってあれをできます。で、進行方向に行ってみます。はい、こうやって僕はチェックで、マウスでやることも、ダブルとか A とか S とか D のボタンで進むこともできます。で、これが敵ですね。敵が現れたら撃ちます。はい。ひたすら撃ちます。仲間が助けに来てくれたり、とりあえずいろいろアイテム使って、僕がやられるかもしれませんけど、今説明してますけどね。で、こういうの使ったり、もう少し近づいた方がいいかな。弾が届きませんね。はい。はい、こうですね。で、まあ、ずっと行くと仲間が出てきたりしますので、仲間と共に助け合ってやっつけてくださいね。こうやって、かなりハマりますよね。で、ステージが進みますんで、こうやって、はい、アイテムを取っていって、だんだん、はい、来ましたね、こういうふうに。打つときはマウスを連打ですね。左、マウスを連打で。で、いろんなアイテムがありますんで、必ずやられないように。はい、これで、はい、まあこんな感じですね。はい、こういうゲームです。はい、で、まあこれで全員あれするとステージがまた変わったりしますんで、まあお任せで誰でも、まあ英語版ですけどね、楽しめるあれですね、ゲームです。これぜひやってもらうとハマります。はい、そういったところで
皆さん終わりたいと思います。これでミニマップとか出てきますね。早すぎるかな。でこんな感じで、はい、出てきますんで、はい、終了は ESキーかな、エスケープキーじゃログアウトを押します。たらローディングが出てきて、はい、エンターベースコンティニューが出てきますね。チェンジチェンジ、まあこの辺は自分で選んでですね、はい、ログアウトをさらに押します。でログアウトでログアウトしますんで、こういう操作ですね。ログイン&プレイ でこれをバッチすると切れる、こんな感じですね。まあおそらくこれは Google の、 あのアカウントか Facebook のアカウントを作成していれば、入れると思います。はい、スターレジェンドです。おすすめのゲームアプリ、Chrome からスターレジェンドですということになりますので、はい、今日はスターレジェンドのご紹介でした。大変面白い、アプリです。はい、ゲームアプリ僕は気に入っております。はい、以上でした。またです。